今回は封印された作品、バラモンの家族を紹介しよう。封印？どういうことかしら？この作品、とある事情で単行本が絶版になったと言われているんだ。またラストが打ち切り漫画の典型パターンってこともあり、内容は知らなくても、この場面だけ知ってる人も多いと思うぜ。いろいろと気になる要素が多いわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。バラモンの家族は、1992年から93年まで週刊少年ジャンプにて連載された、宮下明先生の漫画で、単行本は全4巻となっている。宮下先生といえば先駆け男塾が有名よね。そうだぜ、1985年から91年まで約6年の長期連載で、アニメ化もされた作品だな。本作はその自作として連載された作品なんだ。てなわけで早速ストーリーを紹介していこう。食卓を囲む男4人のシーンから物語は始まる。祖父、バラモン公。父、バラモン春。長男、バラモン外。次男、バラモン翔。朝っぱらから余ったコロッケの争奪戦を繰り広げる。なんちゅう熱苦しいバトル。そこに登場しちゃっかりコロッケをゲットする三男、バラモン龍。彼が本作の主人公だ。男どものホームコメディかと思わせて、実は彼らには裏の顔がある。それは聖なる力チャクラを駆使して、法では裁けない悪を裁くこと。ふむふむ、現代版の必殺仕事人って感じね。まさしくだ。第1話目では、彫刻家の青年が師匠に作品を取られた挙句、命まで奪われてしまう。さらに事実を知った母親も口封じをされてしまうんだ。弟子の作品を横取りしたことで名声を手に入れた師匠と、一緒に悪巧みで金を稼ぐ美術商の男。今回のターゲットはこの二人だ。まさにクズの中のクズよ。場所は変わり、盗んだ作品で賞を受賞し祝杯をあげる二人。そこにバラモン龍が登場。民族衣装っぽい出立ちね。これは出航時の衣装だな。悪党の攻撃を軽くかわし、一撃をお見舞い、最後はチャクラを使い、バラモンの裁きを下す。特殊な力を利用した指先の攻撃、まさか内部から破壊されたりするのかしら？いや、意思送電的なあれではないぞ。裁きといっても直接命を奪うわけではなく、チャクラを使って相手をコントロールするんだ。チャクラにより、相手の精神と肉体に暗示及び時間差催眠効果をもたらし、自分のイメージした通りの視野行動を与えるのがバラモンの危険である。ということで、チャクラを流し込まれた美術商と師匠の二人から龍の記憶は消されており、なんでわしらはこんなところで眠っておる。どうやら祝杯のワインを飲みすぎたようですね。と、先の戦闘はすっかり忘れ去られているんだが、ここからが真の裁きだ。美術商は自分の意思とは関係なく速乾性のコンクリートを手にどこかへ向かう。師匠はそのまま翌日の祝賀会に出席、即興彫刻の披露で意思とは関係ない彫刻を始める。完成したのは、弟子の青年をビルから突き落とす瞬間の自分自身。ザ、斬新すぎる自白方法。さらに悪事をこと細かく自供し、最後は飲みを額に当て自ら土を振り下ろし幕引きとなる。一方の美術商はというと、美術館内で速乾性コンクリートをかぶり、自らが彫刻像になり果てる。自らに飲みを打ちつける彫刻家と、美術品になる美術商。皮肉が効きまくってる裁きね。同感だぜ。時には悪徳刑事、時には旧友と、一話完結型で裁きを下していくぞ。外道相手に皮肉の効いた裁きをしてくれるとスカッとするわ。まあこの展開は前半だけだがな。え、前半だけ？ああ、最初は紹介したような一話完結型の仕事人ストーリーなんだが、途中からバトル路線になる。宿敵としてマシュラ一族なる存在が登場し、バラモン VS マシュラという構図になるんだ。がっつりすぎる路線変更。ストーリーの大部分は宿敵を倒すための仲間集めパートで、世界中を巡ることになるぞ。一気にワールドワイドな展開になるのね。とはいえ霊夢が言ったように、やはり悪人を裁く展開は本作の魅力でもある。第2話では、飲酒運転でひき逃げをした悪徳刑事がターゲットだ。現場を目撃した優に詰め寄られるんだが、反対に優を豚箱に送る職権乱用野郎だ。クズすぎる要素しかねえ。そんな彼には、亡国大統領護衛時に、大統領を守るどころか盾にするお仕置きを実行され、その上で車に轢かれて重傷という、これまた皮肉の効いた裁きを下される。命はあるけど終わった感満載、ざまあよ。他にも出世のために同僚の命を奪った男の話では、長男の害が裁きを執行する。ここでは長男が主役なのね。この話では被害者加害者ともに害の同級生で、最後はチャクラを使い自首を促すぞ。そういう使い方もあるのね。
コロッケ争奪戦を繰り広げた失業中の兄とは思えない、グッとくる展開の一つだ。この後に次男の翔が主役の回があるなど、それぞれに活躍の場が設けられている。てっきり龍だけが活躍するのかと思ったけど、それぞれ見せ場があってよかったわ。マシュラ編の序盤で格闘大会があるんだが、これが兄弟で活躍する最初で最後で、その後の長男次男はほぼ蚊帳の外状態なんだがな。扱いがひでえ。さて続いては、封印問題について解説していこう。衝撃的な件なので固有名詞は避けさせてもらうが、あしからずだ。これは90年代後半に世間を騒がせたある事件が絡んでいる。この事件で公表された声明文の一部が、本作のタイトルに酷似していたことで、単行本が絶版となってしまったんだ。90年代後半の衝撃的な出来事ってあのことよね。ああ、あのことだ。まあ今は電子版で普通に読めるんだがな。ちなみにそのことが原因で打ち切られたという意見を見かけるんだが、本作の連載は1992年から93年だから、90年代後半の件と打ち切りは無関係だぜ。確かに数年は空いてるものね。ではお次は打ち切り理由を見ていこう。まず理由一つ目は新鮮味に欠ける点だろう。バトル路線に入るまでの仕事人スタイルに関してなんだが、この手の展開は1981年から85年に連載された、ブラックエンジェルズという大先輩がいる。また試験を駆使して突き技を繰り出す戦いは、北斗の拳と似た印象を持ってしまう。こちらは1983年から88年の連載だから、本作の先輩に当たる作品だ。このことで読者からしても、なんか見たことある展開だぞ。と思われてしまい、新鮮味を感じてもらえなかったと考えられる。またチャクラを流して相手をコントロールし、裁きを下すという方法に関しても、北斗の拳の飛行で似た技が登場しており、やはり既視感から脱せなかったと思うんだ。アミバ戦で石とは関係なく歩かせる飛行を使ってたのは覚えてるわ。あとシンプルにセリフがそっくりだったりするぞ。あ、ほんまや。エンマ様、悪党には地獄すら生ぬるいみたいです。あとショートシンが似てるぞ。そしてどっちもかっこいいな。もはや圧倒的リスペクトを感じるわ。さて打ち切り理由二つ目は、突然の路線変更だ。仕事人からバトル路線への変更で、当時驚いた読者は数知れずだろう。宿敵のマシュラ一族が登場したかと思うと、7人の仲間集めが始まるからな。急展開とはこのことよ。そういえばさっきは内部破壊はないって言ったんだが、マシュラ側の人物が内部破壊っぽい攻撃をしてくるぞ。結局そういうの登場するんかい。個人的には祖父や父親を含めた、バラモン一家の深掘りをもっと見てみたかったぜ。長男と次男の見せ場はあったけど、祖父と父は出番がないのかしら？基本的には仕事に関しての会議で喋るくらいで、裁きを執行する場面はないぞ。会議シーンでは、親父さんから溢れ出る強オーラを感じるんだがな。強い。さて打ち切り理由三つ目は、仲間たちに感情移入しづらい点だ。マシュラ最強の男を倒すため、世界中に散らばる7人のバラモンの仲間を集める旅に出る、竜を含む7人の仲間ということなんだが、3人はまとまって登場する。てなわけで場面が変わると、残り3人の元に向かうべくドライブ中の4人。展開が早いわね。ここで仲間が1人加わりそそくさと次の国へ、こんな感じで仲間が加わっていくんだが、それぞれの加入ストーリーが短く、また背景があまり深掘りされず淡々と進むんだ。パッと出の3人に加え、次から次へと登場する仲間、この展開にいまいち感情移入できず、読者が置いてけぼりになってしまった感があるんだ。確かに長男や次男の代わりがパッとでかつ、展開も早いとなると、乗り切れない感はあるわね。ガイア賞を含めた7人でよかったんぜ。という意見もあるくらいだからな。主人公以外の登場人物がガラッと変わってしまったのは、少々寂しい気もするぜ。さてそんな本作の最後はというと、無事に7人の仲間が集まり最終決戦に向かう。その相手はマシュラ最強の男、クジャクインカズマ。こう見えて20代だ。なんだと。戦いの舞台はイタコのばあさんもいる名教山、多分モチーフは恐れ山だな。側近のモサ三名を倒さないとクジャクインカズマに挑めないお決まりの展開。スピード自慢の敵に対して、こちらからも速のチャクラ使い、バラモンワンが挑む。しかし相手の速度がワンの速度を上回り、次第に追い詰められてしまう。そんな彼が最後の手段として取った行動がトリッキーすぎるんだ。何かしら？規定体服を脱ぎ捨て軽量化、さらには用を足して中からも軽量化を図るぞ。しかも大きい方だ。は？ラスボス戦で何してんのやこいつ。
これには唐突なギャグ路線かと目を疑ったぜ。続く二人目の敵は炎を使う。こちらにも縁のチャクラ使いがいるんだが、戦うのは龍だ。いや、そこは炎対決やろ。そして残る三人目、こいつと戦うのは、戦うのは、イタコのばあさんだ。へ？というかもう倒しているぞ。いや、誰やねん。わからないぜ。それをまだ知る時ではない。いずれいやでもわかる時が来るはずじゃ。と言っておきながら正体は迷宮入りだ。そしてこの場面。行くぜ。で物語は幕を閉じるんだ。やべえ。ツッコミどころが多すぎる。ラスボス戦を目前にしたエンドは、今日まで受け継がれる打ち切りの典型パターンだな。そして最終回の数ページに颯爽と現れ、解説、展開、尺、その全てを飲み込んだイタコのばあさん。クジャクインカズマの存在すらも霞むインパクトで、今もなお語り継がれる存在だ。結局誰だったのかしら？いずれわかる時が来ることを願うぜ。バラモンの家族を知ってる気になったって人は気軽にコメントしてくれると嬉しいぜ。このばあさんの考察なんかも聞かせてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。